皆さんこんにちは、武田塾の菅野です。今回は一問一答日本史世界史の落ちる使い方。いこれねマジで多くて、一問一答使い方次第によってはめちゃくちゃ強力な武器になるんだけど、結構多くの子がこれ失敗しちゃって、強力な武器をねただの生蔵にしちゃってる子が多いんだよね。ってことで今回は正しい使い方を伝授しちゃおうと、そしてみんなにこの一問一答を使って合格につなげてもらっちゃおうぜっていう、そんな企画ですね。特に総計は一問一答人を極めし者たちの集いですよね、うん、極めてない人いるんですか？いました？逆に一問一答極めずに早期受かりましたけどみたいな、うん、確かにあんまりいないね。いるには確かにいるんだけど、やっぱ少ない。どっちかというとやっぱ一問一答しっかりとやり込んで受かってる人の方が多いイメージではありますね、はいはい、まあまあそうですよね、うん、マーチカンカン同列あたりを見ても一問一答をしっかりと有効に使えてる子っていうのは合格する可能性も高いなっていう風に感じますね。っていう情報はおそらく、まあ、皆さんも知ってるんでしょう。だからきっと一問一答入れたんでしょう。またルートに入ってるから手にしたんでしょうと、手にしただけじゃ一問一答は火を吹いてくれないんだっていうことをね、うん、伝えなきゃいけない。我々は、うん、武田塾として、そうです、ね、武田塾の責務として、うん、一問一答買っただけで、うん、受かるんじゃないかと思ってしまった受験生を救わないといけないということですね、うん、そう、これがね一問一答のね功罪といいますか、一問一答がゆえにこう間違った使い方に走る子がね多いんだよ。最大の弱点は、うん、一問一答ってこと。そう、一問一答が弱点でもありそれこそが強みでも、最強の強みでもどういうことだよみたいなねことなんだけど、ちょっとそれをね、はい、今回話していきたいと思います。まずもう結論から言っちゃうと、一問一答の間違った使い方っていうのは一問一答してる人、いやもうこれね謎かけかいみたいなね。どういうことかっていうと、普通に左のねあの問題見てさ、右側でさ英単語みたいにこうやって用語を答えるようになってるから、うん、問題見て答え用語をどんどん覚えてるっていう感じで使ってる子、あれそれが一問一答だろ、うん、何がおかしいんだって言ってる子、うんうん、間違ってます。じゃあ何をすればいいんだと、それ以外にその一問一答という参考書やることあるんかいみたいな話に思いませんかと使ってる皆さん、そうですよね、うん、川野先生が言ってることがおかしい可能性も出てきましたけども、そうそうそう、どうなんでしょうか。どうなんでしょうね。じゃあみんなにクイズです。どうやって使うのが正しいのかをね一緒に考えてみましょう。 Let's thinking。はい、ということでこれで僕らが今から話そうとしてることが、うん、でしょうねってなったら、うんうん、まあまあ正しく使えてるんでしょう。いやすごい、ちょっと待って、そんな子がいたらめっちゃ嬉しいんだけど、もし、はい、今のシンキングタイムで菅野先生こういうこと言いたいんだよねっていうのがもし分かっちゃってたよって子がいたら、マジでコメント欄書いてほしい。本当、うん、こんなね分かってることを動画にしてすいませんでしたみたいな、すいませんすいません、手間を取らせてすいませんでした。でもいつも見てくれてありがとうございますってね感謝と謝罪を伝えたいぐらい、はいはいはい、でもしっかりやっぱ見てくれてる子で、はい、こういうのね面談とか話しててもやっぱ分かってる子はねいるんだよね。でそうかやっぱ成績ね伸びるんだよ。ってことでここから話すの正解か不正解かね丸付けしてほしいんだけど、正解はね別の参考書を置きながら勉強する。実はねこれだけだとちょっとまだよく分かんない、あえて答え方をしたんだけど、なんと言いますか、うん、相性の良さって大事じゃないですか、うん、やっぱ人間関係も相性ですし、美味しい料理もね、うん、食材とか味の相性ですし、相性ね、もしかしたら大学と皆さんの相性もあるのかもしれないし、うん、あるよ、サッカー選手とチームの方向性の相性みたいなものもありますし、やっぱ相性をなくして最大の成果を発揮するというのはなかなか難しいと、うん、いうことが一問一答の受験勉強の歴史という科目にも言えて、うん、一問一答の最強の相棒、うん、誰なんだと、誰と組めば到達するんだ頂点にと、うん、いうことですね。じゃあそのお供にしてほしい参考書はもちろんこれ人によるんだけど、例えば講義本を使ってる子はね講義本だったりとか、あとは流れをめちゃくちゃ書き込んだ学校の先生がねめちゃくちゃいい流れのプリントを配ってくれとか、それめっちゃ普段書き込んで使ってますって子はそれだったりとか、あとは時代と流れね使ってめちゃくちゃこれ書き込んでますとかっていう子とかはそれだったりとかをこう広げながら実は一問一答をやるっていう、これが一問一答を極める方法なわけ。なるほど、うん、もうちょっとね簡単に話すと、流れを確認しながら一問一答を解きましょうって話ですね。代表例いきましょうか、うん、代表例はやっぱりじゃあ日本史とかだったら実況中継と一問一答、うん、この相性ですよね。例えるならばどれぐらいの相性の良さですかね、この2つは。これはねさっき話したんですけど、はいはい、私と清水先生ぐらいの相性の良さ、はい、ちょっとそれはキモ
いかもしれないです。井上さんに相性いいよねってすごい話しない。まあまあまあ仲いいです、はい、キモって思われないから、はい、チーム先生さっき一緒に行っててさ、はい、急に動画になったら突き放すのちょっとひどいよ。ちょっと恥ずかしくなった。恥ずかしくなった。照れ隠し分かねえな。何やってんだよ。話戻すと、はい、例えて言うならば、うん、鶏のもも肉と鶏のもも肉ネギみたいな。ネギ相性いいね。ぶっ刺すネギマにしちゃえばいいんじゃないのみたいな。なるほどね。実況中継と一問一答でネギマ作れるよ、うん、みたいな、うん、分かりにくいな、うん、生の魚と生の魚と酢飯お寿司にしちゃえばいいんじゃないのみたいな。ペンパイナップルペンみたいな。それやめてそれ。ペンとパイナップルはそもそも相性いいかどうか知らんのだけど。一問一答という酢飯の上に実況中継というネタを載せれば最高の料理が出来上がるんじゃないのと。分かりにくいような分かりやすいようなよく分かんないんだけど、だメッシとバルセロナみたいなね、うん、まあ、サッカーファンからしたらパリサンジェルマンの人もいるかもしれないですけど、うんうん、言いたいことは結局相性がいいよってことね。相性がいいものを一緒に使いましょうと、はい、もっと言えば、うん、相性がいい、その2人がたまたま組み合わせがいいとかじゃなくて、うん、1たす1が2以上になってるみたいな、うん、分かります。分かる。2つが出会ってしまった時の、ね、そうそうそう、1たす1は2じゃなくて、はい、1たす1は3みたいなさ、足し算間違っちゃってるんだけど化学変化が起きてより大きな数字を足し算以上のもの生んじゃってるみたいな。そうなんですよ。だから、うん、ペアで使わないともったいない、うん、まあ、場合によってはトリオですよね、うん、さっき言ってくれたように、うん、大きく歴史系の参考書のタイプを分けると、うん、講義系、うん、しっかり解説をしてくれてるチーム、うん、で理解をします、うん、でまとめてくれるチームですよね、うん、時代と流れの左側であったりとか実況中継の別冊とかもそうかな、うん、さっき塚野先生が言った学校の先生とか予備校のまとめ系プリントとかもはそうですよね、うん、板書系まとめ系、うん、と一問一答、うん、まあ、完全なアウトプットというか、はい、チェックをするためのテスト形式の一問一答1対1みたいになってる、まあ、問題集、強いて言えばあとは100題とかヒストリアみたいな、まあ、過去問の形式に近いような問題集みたいなものもあったりしますと、過去問問題集は一体いいとして、この3種類場合では攻撃系と一問一答の2種類のトリオまたはペアをしっかり使いこなせるかどうかで君が総計にたどり着くかどうかは決まってしまうと言っても過言ではない。マーチ間間同率に関しても同様のことが言えるかなと。そう、一問一答をね使ってる民のみんながぜひねその効力を最大限に発揮するためには、はい、まあ、このペアリングが絶対に欠かせないわけ。ペアリングね、ワインとかもありますからね、ワインと料理のペアリングとか、そうそう、コーヒーとスイーツのペアリングとかも相性大事なんです。めちゃくちゃ大事。ワインとこの料理のねペアリング、これがねうまくいってるのこうマリアージュって言って、これ結婚って意味があるんだよ。おお、結婚ってぐらい参考書をうまく組み合わせることができればそれはさ勉強効率めちゃくちゃ上がっちゃうよ。参考書同士のマリアージュを楽しむっていうね、そんな勉強してもらえたら楽しいし成績も上がるから、ぜひねこれ実践してもらいたいっていう話なんですけど形容表現がちょっと今日は多すぎますからね、うん、使い方の話をそろそろした方がみたいな。そうそうそう、どういう風にやっていくかってことなんだけど、はい、まずね普通に一問一答ならではの使い方っていう感じで右側のねまず赤字用語を隠しながらまずチェックしていくと、まずそれ自体それすらまず答えられないっていうのは確かにチェックして、どんな用語が抜けてるかっていうのはまず一問一答の使い方としてチェックしましょうと。でその次丸だったんだけどちょっと左で言ってることをなんか曖昧だったなとか、ちょっとここら辺の流れどうなってるんだっけっていうのをちょっとね思うところがあると思う。曖昧だな、説明しろって言われたらちょっと難しいなとかってなるところあると思うから、そんな時に面倒くさがらずにしっかりと講義本だったりとか自分が普段使ってるプリント参考書に戻って流れまでしっかり確認する。その上でなるほどこの流れの中でこの用語はこうやって出てきているんだっていうのを確認していく、これがねやっぱ欠かせないわけですね。なので講義系参考書は読んで、うん、あそういう流れでそういう言葉があって、うん、そういう結果になったんだってことを入れますよね、うん、読んで理解してインプットすると、うん、それをちゃんとインプットできたのかなっていうのを細切れにして出してみてチェックする、これが一問一答です、うん、この流れの中でやっていかないと効率は上がってきませんと、うん、ずっとテストしてばっかりとか、うん、読んでばっかりみたいな人がその2つを使ってるのにマリアージュできずに、まあ、伸びてない状態っていう、うん、一問一答を使ってたのに落ちる系受験生とか、うん、実況中継持ってたのに落ちる系受験生、うん、みたいなのは傾向はもう間違いなくその中にありますと、うん、このマリアージュをよりね濃厚にしていくためのとっておきのね技を教えちゃいます、はい、例えばもし0とか1っていうのがこの一問一答には載ってるんだよね、場合によっては星2のものとかが自分の使ってるさ参考書に載ってないパターンとかあるんだよね、はい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 、あれこの用語一問一答で初めて出たぞみたいな感じの用語に出くわした時、この時にどうするかっていうと戻る講義系だったりとかプリント参考書に書き込むんだよね。大事、書き足していく、タレをね代々受け継いでいくかのごとくね足していくんだよね、はいはい、でそうすると全てが凝縮されたいわゆる情報の一元化っていうのがされて、そうそうそう、例えばもうこのまとめノートを見れば全ての過去の演習とかで得られた知識すべてまとまってますみたいなものが出来上がると、それを作るための一問一答を活用していくっていうことですね。そうなんです。お肉の良さを赤ワインがさらに引き立てて、
赤ワインの良さをお肉がさらに引き立てると。そろそろさ、ワインで食べないのやめて。今さ、受験生だから基本的に今ポカンとしてんのよ、はい、ワインとお肉の相性ってどういうことみたいな。我々が今飲みたくなってるだけじゃない。牡蠣とシャンパンとか、ね、もうだから分かるけどね、分かるんだけど今伝わんないから、それやめましょうね。大人になったらね、はい、そのね、ぜひね、受験生の時の我々の動画を思い出してみてほしい。はい、思い出さないか。寂しいこと言わないでくださいということで、ぜひね、情報の一元化まですることによって一問一答の価値がよりね高まっていくっていうことを知ってもらって実践してもらえたらと思います。あとはまあちょっと今のマリアージュの話からそれますけども、一問一答でミスってるなと思うのは、やっぱりいきなり星を全部やっちゃう人ですね、うん、あと一問一答で初手でいく人、うん、まあ、このどっちかかなと、まあ、要は一問一答っていうのはボリュームがすごい濃いんですよ。重いの、もう受け止めきれないぐらいの情報量なんです、うん、なんでそれを一気に俺やってやっていくと中世で挫折するんじゃないかなっていう感じ。いきなり細かすぎる知識まで一気に覚え機をアウトプットしようとしすぎると進みが遅くなります、うん、遅いってことは復習で戻ってくるのが遅くなります、うん、ってことはその分忘れる可能性も高くなりますで、うん、効率の悪い一問一答になると。竹田塾の推奨としては、まず時代と流れ、日本史も世界史もみたいなラインのインプットをまず終わらせた状態で一問一答に入りましょうと。一問一答に入った後もまずは星3と2のレベルをやりましょうと。そうすると時代と流れと結構被るからテンポよく進められます、うん、3人あたりまでやった段階で1-0を上乗せしてトッピングしていけば3人はそこまで苦労せずにできるから、うん、1周でかかる一問一答の星1-0に入った時の周回の時の覚えなきゃいけない量が負担が減るってことはテンポよくいけるっていう順番にやりますよと、うんうん、このステップを守ってくれるだけでもかなり行きやすくなるのかなと思います。逆にガン無視していきなりね全部覚えてやるぜと、うん、俺は総計目指すんだ、うん、そんな順番なんかかけて覚えるよいんだろう、うん、突っ走った結果パーンうん、破綻する人もいらっしゃいます。そうそうそう、例えば急にさ初対面なのにもう大好き大好きって愛が溢れちゃって、はいはい、受け止めきれねえよこの愛みたいになっちゃうパターンだよねはい、はい、ということで徐々に知っていく中でどん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 レベルの高いところまで踏み込んでいけるといいかなと思いますね、はい、あとさらにね一問一答のより上級者向けの使い方っていうのがあって、問題文にもさ結構赤文字になってたりとかする部分があるんだよね。太字もあったりするんだけど、問題文の赤字を隠してやってみるとか、黒字のところ暗記のさ緑ペンとか引いて赤シートで見えなくして黒字まで問題文の中で覚えていくみたいな、そこまでこうね吸い尽くしちゃうともう一問一答もバキバキに仕上がるかなと思いますね。やっぱさらにバキバキのバキに仕上げる方法なんですけど、過去問とかやってると一問一答にすら載ってないものとか出てきたりするわけじゃないですか、うんうん、もうそれも書き足しですよね。なるほど、あらゆるものから情報を書き出しつつ関連知識はね、うん、どっかに、まあ、情報の一元化って動画をねまた直前に出せればとは思うんですが、うん、一元化する先として一問一答を活用する受験生も多いかなと。さらにバキバキのバキバキにしていくためには用語集っていう厄介な参考書というかなんとかみたいなのもあるんですけど、うん、それ語っちゃうときにないですかね。用語集はね私の大好きな、もう参考書と言えるか分かんないんですけど、はい、これを使えば偏差値70は超えられるっていうそんな勉強法もねあるんですけど、とはいえ下手に手出すと返り討ちに遭うみたいな、ねうん、そうだからまずはこの一問一答を、ね、なるべく完結させることを前提にしますね。一問一答をしっかりと仕上げることができればレベルの高い使い方までできるようになればまずね知識面で受験で困ることはなくなってくるはずなので、ぜひね最強の使い方をねトライしてみてください。ということで今回は一問一答の落ちる使い方と逆に受かる使い方を紹介しました、うん、ぜひね今まで落ちる使い方しちゃってたな、落ちる使い方に近かったなっていう子はこの受かる使い方を取り入れて合格をつかみ取ってください。君の合格を願ってます。助けてください。思ったように成績が伸びません。任せてください。竹田塾が正しい勉強法を教えます。モチベーションが続きません。毎日の勉強を徹底的に管理します。志望校に合格できるか不安です。今から間に合わせるプランを教えます。夏だけ竹田ではこれらは入会金無料で受けることができます。詳細は概要欄から。